三国志大戦後付け実況やっていきます。今回は、今流行りの SR しばしを相手にした際にどうするかという感じのコンセプトになっております。こちらのデッキは、入れたいカードひたすらぶち込んだデッキ、相手のデッキは、2コス3枚採用したタイプの5枚型、相手の総武力が低めなので、こちらは開幕なだれ込みに行く形を取ろうと思っております。交換で相手の伏兵を1枚処理で、これに対して相手の1枚が右側から見えたの、左側から見えたので、5枚デッキ、騎馬1の5枚デッキで、あそこから1枚目が見えるとすれば2枚目は逆側と考えるのが自然ですよね。同じ方向に2枚配置してしまった場合、逆サイドを突かれた時に3枚で対処しなきゃいけなくなるので、1枚1枚ずつ均等に配置しているという風に読むのが妥当でしょう。というところでこちらの読みが当たって、伏兵をうまく処理できたことによって開幕は内乱を一発取れる。これ伏兵の配置、ゲームのコツというよりはどっちかというと心理的な方のコツになりますかね。やっぱり均等に配置することによって、どちらか一方が開かない安心感っていうものを得られるので、やっぱりああいう時は1枚目が端から見えたらもう1枚はその逆サイドだって1点読みしてもいいぐらいに逆サイドにいる確率が高いですね。今の内乱2発目もやっぱりその開幕の伏兵読みだったりで精神的な優位を取れたっていうのはかなりでかいんじゃないかと思います。でそれによって得た内乱2発をどうやって生かしていくかという感じですね。こちらはわらデッキなので舞台を投げ捨てていくことによって、相手が号令を万全の状態で打てる前にちょっとでも削りを入れていく。相手は兵力を万全にする方を選択。こちらはもう一発内乱を取れそうですね。で相手は万全の状態を作って SR しばしの、進撃の知略。なんかしばしあれですよね、カードだとすっげえもう枠も金色だし、イラストの背景も金色だし、衣装も金色だしで、すげえなんかビタミン C いっぱい入ってそうだなみたいな黄色いカードなんですけど、このゲーム内で出てくる画面がこう背景が透過された形だと割となんていうか、イラストより見栄えがいいっていうと失礼ですけど、なんかそんな印象を受けますよね。こちらは火器の縦幅を生かして全部台すっぽり入れられたことによって、相手の号令の時間をだいぶ稼ぐことができたので、いくら効果時間が長い SR しばしといえど、知力7にはこちらの知力が8である以上、あれが取れるの、知力依存の兵法根性有利なので、知力7に対してはそこそこの効果時間を確保できるんですよね。なので火器はこの知力7が多い現環境において割と刺さってるんじゃないかなと思います。でここなんですけど、わざと主挙に重なって、との私の馬を投げます。これは主挙と重ねて出すこと、また紹介が正面に入ったタイミングで打つことによって、これをね、との私の馬が通って武力17になっても、モータツを武力18にしても美味しいし、これが通らなくて反形されるとなおのこと美味しいという形ですね。式3、1コスと式5の交換になってくれたので、これでかなりいい形になったかなと思います。相手は、王騎の父親への号令、ここで相手が式を全て吐き切ったっていうところを覚えておきたいですね。次のこちらは最後の攻めで奥義と式を残せる状態で持ち込みたいが、ここで一騎打ちが起きてしまう。相手は武力11、
こちらは勇猛持ちの武力8なので、まあまあ普通ならば五分五分というところなんですけど、まああまりちょっと僕がこれ得意じゃないんで、まあやらかしてしまうと、かなりやばい形になってしまいましたね。ここはもうここの2発ぐらいとプラス内乱は受け入れなきゃいけない範囲ですね。で相手の工場が入って、さらに内乱が入って逆転されてしまう。ただこちらは奥義が残っていて、相手は士気を全て吐き切っているので、ここは部隊を整えて一気になだれ込んで、相手は特に最大武力が7しかないデッキなので、べったり貼り付かれる形をあまり良しと思わないはずなので、横に広く貼り付いていって将軍の方を叩いて柿を打つという流れに持ち込みたいですね。相手は端から出して、おそらくこれが士気がギリギリかなというところで王騎の地上への号令。でそれに対してこちら火器の範囲が広い。火器はこのように、あの縦幅横幅ともにフルに使えると、かなり範囲あの広い計略なので、こういう入れ方もできますね。で火器に4部隊入ったところで、相手の突撃も今防げている状態なので、ここで将軍の方増援工場。で、相手の紹介が乱戦してきていますが、ここは反撃する隙がないので、主教の男の維持を式4と同時に発動。で主教の工場が入って、このまま落城ですかね。対戦ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではお疲れ様です。良いですか。勝つべくして勝つのです。個人の戦い、実は先で今日を潰し、危ういか。甘いです。うるさい、うるさい。いや厳しいな。失礼。甘いです。燃える。はっ。
命を軽く扱うものに人の命の重さが分かるわけがない。この地より速やかに去れ。ケドラ、ゴンゴ、どうだ。うるさい。失礼。いやー厳しいな。甘いです。うるさい。許可はなさるか。裁きの時間。大悪の解放行くぞ。うるさい。父が無事なら。うるさい。参る。己を律せぬ者に勝利はない。甘いです。王白陽、貴殿の相手となろう。ふぬけた一号があった。猛省せよ。時こそ戦の要だ。うるさい。甘いです。押し通らせてもらう。この地より速やかに去れ。
少しは振り回される身にもなってほしいよ。